皆さんこんにちは、須藤銀河です。私は今年初めてサバゲーというものに参加してきました。今年の4月に屋外フィールド、7月に屋内フィールドに行ってきました。私のような、初心者が、何を言うのかというと、初心者だからわかる、初心者だからわかるような、サバゲーにあれやこれやちょっと話してみたいと思います。まずサバゲーで必要なもの、まずゴーグルですね。これはあのポリカーボネート製のもので、結構玉に対して効果がある。山本というメーカーですね。こんな、有名なところでは例えばボレーとか、ありますが、こういうゴーグル、これは必ずしなければいけません。それからフィールドによっては、マスクもしなければダメですよというところも、大体そうだと思うんですけど、私もこういうメッシュのタイプの、マスクをして、参戦してきました。そしてまず必要なのが、グローブですね。グローブは、どんなのがあるかというと、僕が使ってるのは、こんなものですね。安いものでした。なるべく お金の許す限り、いいものをした方がいいと思いますね。これは安いものですけど、メカニクスという、メーカーのものが有名ですね。結構弾が手に当たることが多いんですが、そうですね、こう指とかこの手の甲とかに当たると、結構痛いです。そして、グローブから今度はニーパッドですね。こういうハッチというメーカー、これがいいとされています。私もこれ使ってますが、結構これはいい感じでしたね。雨が降ってきてちょっと泥で足を滑らせたんですが、これで膝をついて、ダメージなかったわけですね。こんな感じで、ハッチというメーカー、結構レプリカも出回ってるようですけど、やっぱりこれ4000いくらするんですけど、ニーパッドは、いいものを買った方がいいと思います。このハッチレプリカもありますが、本物を、買った方がいいと思いますね。そして靴なんですが、私はタクティカルブーツというものを4000円ぐらいで買ったんですけど、もうちょっと結構使っててそんなに悪くはないなとは思ったんですけど、泥のところ斜面なんかで雨が降ってくると、足を滑らせてしまうことがあるので、フィールド、屋外フィールドなんかで使う場合は、そうですね、トレッキングシューズという山登りのシューズ、これが
キャラバンシ、キャラバンというメーカーがあるんですけど、昔は私が10代だった頃が、キャラバンシューズ、トレッキングシューズのことをキャラバンシューズと言っていたんですね。これが山登りとかに適した、トレッキングシューズの、代表みたいな感じで、他にもいろいろメーカーから出てます。アディダスからも出てます。アディダスなんかのも、アディダスのトレッキングシューズなんかも結構いいと思います。靴は屋外でやるときは気をつけた方がいいですね。はい。そして、私はこの M4A1 カービン、これを、使ったわけです。そしてそれにこの、ドットサイトをつけたもの、ドットサイトあると本当に楽ちんですね。これそんなに高いものでもないんですけど重宝してます。このカービンを、使ってプレイしたわけですが、ではこれをよもや、このまま電車に乗っていくわけにもいかないので、ガンケースというものが必要になります。例えば刀なんかですと、真剣にしろ模造刀にしろ、竹刀にしろ、木刀にしろ、刀袋というものに入れなければならないという、これは刀剣を扱った法律で定められていますが、エアガンもやっぱりこう無気味のまま持っていくのはまずいと、そこで、こんなようなガンケースを使うことになるんですが、これに、入れて、背中に背負っていくわけです。このガンケースですけど、こういう、皆さんこういう黒いものを使ってますね。私が初めて行った、フィールドでは80人以上参加してましたけど、皆さんこういう黒いガンケースを、使っていましたね。私はアマゾンでガンケースを買うときに、黒いのを買おうとしていきなりこの迷彩のやつを勧められたんですね。この迷彩のガンケースなんですけど、これは、電車なんかに乗ったり、街を歩くのには、周囲を威圧するという、そういうことであまり使わない方がいいと思います。私も初めてサバゲに行った時にかっこいいガンケースですねって、指摘されたんですけど、これは目立つ、周囲を威圧するというので避けた方がいいと思います。他にも、ガンケース、タンカラーやグリーンのオリーブの色とかあるんですけど、まず皆さん黒を使ってますね。はい。こんな感じですけど。さて、それでは、この持っていく、使う銃なんです。銃と服装の関係っていう、そういうちょっと、ミリオタさんの、向けの内容になります。これ陸上自衛隊の服なんですね。
で、これ私はあのヤフオクで4000ぐらいで手に入れたんですけど、例えばこの銃、東京マルイの次世代電動ガン、AK47、 これなんですが、これは第二次大戦後に、ソ連で、カラシニコフという人が設計した銃なんですけど、世界で最も売れた銃と言われてるんですけど、自衛隊の格好をしてこの AK47 を持ってるとミリオタさんに、自衛隊が AK 持ってるぞっていうふうに指摘されるかもしれませんね。まあそういうところ気をつけてみたいですね。まあそういう時はですね、まあこの上の迷彩、この自衛隊の服を脱いで、まあロンティーだとか、まあパーカーですとか、まあウィンドブレーカーなり着て、上からチェストリーグをして、そんな感じで行けば、AK を持っていてもおかしくないと思いますね。まあそんな感じで、まあな、このご覧の中に方、ご覧の方の中にはまあサバゲー行ったことないよっていう人もいるかもしれないですけど、まあ行ってみて同じテーブルになった人に聞いてみるんですね。あのまず初速測定、弾速をまあ 0.98 以上あるといけないということで、まあ測りに行くんですね。で、奥南フィールドなんかですと、あの 0.90 以下っていうところもありますけど、まあ同じテーブルの人に、すいません、最初に何やったらいいんですかっていうふうに聞いてみたら、お金払いに行って、それから初速測定だよみたいに教えてくれるかもしれませんね。まあそんな感じで、そうやってまずお金を払いに行って、でお弁当頼めるときは頼んで、それからあの、そうですね、あの更衣室がないところがある、僕が行ったところ更衣室なかったんですけど、あのそうするとあのまず下は初めから迷彩だったり、こう血のパンだったり使用するものをまあ履いていって、で上だけ着替えるみたいな、まあ中にはあと男子トイレと女子トイレがあって、男子トイレはあの商用の方しかなかったり、台ができない男子トイレで、まあそんなところもあるので、それでまた更衣室もないという、まあそういうところもあるので、まあそういうところはあらかじめ、ネットで検索して自分が行くフィールドはどうなのかっていうのを調べた方がいいですね。あの市内にある、市内にあるっていうか市街地にあるフィールド、奥南フィールドなんかでは、あの来るときに迷彩で来ないでくださいっていう、更衣室あるんで迷彩では来ないでくださいっていうところもあるんですね。まあそういうところをあらかじめ、まあフィールドの情報をまあ収集した方がいいですね。はい、まあ今日はこんなところまでにしたいと思います。皆さんもいいエアガンライフ、いいサバゲーライフを送ってください。どうもご覧くださってありがとうございました。
それではまたよろしくお願いします。さようなら。銀河でした。